どうも、マルベリです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。2018年10月30日火曜日、ちょっと怪しいツイートが上がってまいりました。早速ではございますが、ちょっとツイッターの方行きましょう。こちら、いつもお世話になっております。星ドラプロデューサー市村隆太郎氏ツイッターでございますが、これでございますよ。来月11月のアップデートで、ついにモンスター闘技場が実装されますということで、こちらは3周年の方でも発表がありましたが、その他、なんとメインストーリー追加と新しい錬金も入りますってことで、何の錬金かは画像をご覧ください。こちらでございますね。まあ見ればという感じでしょうか。そしてここが来たかという感じでございますが、ということで今回は新錬金情報と、まあ私が一番楽しみにしておりますモンスター闘技場について、今まで出てきている情報のまとめという形でお送りしていきたいと思います。へい、ということで、もう画面にはね、エンデ見た目に実はしてたんですよ。先ほどの錬金画像出ていたもの、まあエンデ装備が錬金来るんでしょうということですが、ちょっとね、性能とかいろいろ見ていきたいと思いますよ。図鑑装備、まずは頭でね、まずいきなりなんですけど、このエンデ株、多分錬金来たとしてもね、性能的にどうなんだろうってことで、もう断捨離しちゃったんだよね、私。みんなもそうなんじゃない？いや、ちゃんと持ってる人は持ってんのかな。今のところ力10、プラ15、で、HP 10、プラ15でね。まあ、ワンチャン錬金来たらね、なんかこれに追加されて、おやおやってことになり得るかなとかっていうのも思ってたんですけど、断捨離しちゃったんだよね。これにプラスアルファ何かしらが来るんでしょうけど、今んとこだとね、まあ、バランヘアが力中プラス火力荷上げとか、まあ、頭で火力系といえばという形になってくるんですけど、まず炎竜神株もそうですね。会心率極みに力プラ中、なんか会心系に合わせてきてるやつとか、まあ、竜騎士株とこっちも会心率極みですね。つきながら 7% つきながら休みガードに竜騎士の決意で火力一上げとかね。あとはバランヘアですね。さっきも言ってた竜の紋章で火力二上げの戦闘開始時力中、光株とかもそうですかね。力中がついてるという中では、怒り時に火力が二上げされて波動で火力アップ効果消されないってやつですね。余談と言ったらいいのかわかんないけど、ブラックシーザー株も剣王会館で敵を倒したら火力と会心率が1個上がって、会心率超がついてる。まあこれは 6% ですね。あとこっち系ね、波動を行くとかで CT 貯める系、ルビ株錬金も来たりしてますしね。一応黄金竜冠で天撃で、まあこっちは力強はついてないですけど、 HP 強という感じですけどね。攻撃特技使用時 7% の確率連続発動、そして剣王冠ですね。剣王海岸で HP 満タン時攻撃特技の威力 15% の力超という感じなんですよ。こういった頭がある中、エンデ株が何に追加されるんでしょうね。会心率系なのかな。まあ基礎ステータスがっつり上げてる株とっていう印象なんで、力プラ中、 HP プラ中、会心極みとかついくのかな、それとも火力上げかな。でももう火力系は結構いろいろあるからね、 CT 系なのかな。 CT ダメ系とか来そうだね、エンデ株。それかまあ状態上になんか対抗すると言いますか、対応するようなものがついてくるのか、まあ、そこら辺が予想でしょうか。エンデ株さ、もう断捨離したがないんだよね。錬金来たらどうなるんでしょう。さあ、エンデ上、俺はもう言わずと知れた休みガード強がね、非常に優秀で、休み対戦 80% 一気に上げられる休み無効というのを作り上げるために必須の鎧という感じですが、それにシャドウ中がついてきたということで、休み強は変わんないんじゃないですかね。これ以上上がっちゃったらっていうところもあるんで、シャドウ強とかになるんじゃないですかね。エンデ上はそれでも相当優秀、体下、エンデ下でございますね。補助特技骨に氷ブレス軽減強がついていたということで、こっちちょっと期待かな。エンデ下が補助特技骨だけでね、氷ブレス強のところは使えたにせよ、体下だとね、耐性が2つ、例えば氷ブレス中にデイン中とかね、いうパターンもあったんで、何かしらもう一つ耐性ですね、氷ブレス以外の耐性がついてくれるんではないかと。そうするとエンデ下が使いやすくなるかなっていう印象でございました。で、盾、エンデ盾でございますね。希望の加護がちょっと変わっておりまして、CT がまず8秒だったんですね、そもそもね。で、ガードを使用時に、守備力低下、ないしは素早さダウン低下を解除するというところで、なんかどっかで使えるようなとこ出てくんじゃないかなっていうふうに言われてた盾なんですけど、おそらく回復要素つくんではないでしょうかね。まあ、CT8 秒だっていうのもありますし、ワンチャン速度上げとかつくのかね。ブルメタが来て、ちょっとね、流行ったところもありますけど、力中がないにせよ、攻撃ダメージ軽減弱プラス、素早さアップもついちゃったり、
もしくは回復がつくか、順当に言ったら攻撃ダメージ軽減中がつくとかいう感じなんでしょうかね。まあ何かしらパワーアップがされるんではないかなっていうのが縁で盾で、防具を先にやってしまいましたが、最後武器で、画像ではエンデハンマーがね、おそらくは出てたと思われるんですけど、この希望の一撃がハンマーでは抜き出しスキルで非常に優秀だったということで、 CT が14秒で早めで威力 520% の物理属性攻撃だったという感じですね。どうなんでしょう、ここが一番注目かね。エンデハンマー、エンデハンマー監督意外に使えるんですよね。希望の一撃にずみとかね、西洋鉄槌とか、まあ、メガトンハンマー、マイブレとか積みながら、ピオリムないしは補助呪文 A を詰めるということだったんで、全然ハンマーとしては優秀なんですよね。黄金竜ハンマーに続いてエンデハンマー実は優秀ということで、まあ、これに追加スキルになるのか、希望の一撃が何か変わるっていうよりかは、だよね。なんか希望の一撃が超希望の一撃とかってなるのはちょっとイメージしにくいので、なんか追加メインスキルが来てくれたりするってなるとめちゃくちゃ優秀になっちゃうんだよね。エンデハンマーちょっと期待っすね。これ面白そうでございます。さらにはエンデ系実はもう一枚ありまして、エンデ奥義もあるんですよね。エンデ奥義も来るんでしょうかね。ちょっとエフェクトには出てませんでしたけど、エンデ系で来るってことは一括で多分ハンマー奥義ともに来そうな感じもしますが、希望舞が威力 500% 無属性の 25% で仲間全員の攻撃力に1上げということで、 CT は22秒でちょっと重かったんですが、どうなんでしょうね。ここも追加スキルっていう感じになりそうな気配もありますけど、一応希望の舞3積みエンデ奥義ということで、唯一の火力奥義みたいなことができていたんですが、まあ、このエンデ奥義ももちろん優秀で使いどころはあったという感じなので、今言ってた通り奥義唯一の火力武器がさらに強化されるっていうのはちょっと面白そうだなっていうところを来てくれますね。これがまあ錬金情報でございました。ちょっと錬金情報に関してはさらっと走りで予想やってみましたが、何よりモンスター闘技場でございますよ。まずは一番最初にモンスター闘技場が発表された時の画像という感じでございますが、もうね、こっから半年以上経ちましたね。この情報が出た時はうわマジかよっていう感じでございましたが、その後5月のドラクエの日にあった公式生放送でさらに追加情報が出ていた画像がこちらでございますが、この時に絶賛開発中ということで、細かい仕様とかがね、生放送内でね解説されることはなかったので、私の方で独自にちょっと映像を止めながら細かい仕様を確認したというところもございましたので、改めてですね仕様の確認ということで、この後その時の映像をご覧いただきたいと思います。まずはこちら、プレイ映像の一番最初のホームの画面ですね。まず見ると上にはバトルスタミナというのがね合計5個配置されておりますが、これは神様チャレンジであったりみんなで大決戦でもね別スタミナが用意されていたように、この闘技場も専用のスタミナがあるということはちょっと注意点になるかもしれませんね。さらにはチーム1とかっていう形で書かれておりますんで、装備の方で実装されたねロッカーですね、3つまで持てるみたいな形でチームも複数入れ替えができると。最初に出ていたスクリーンショットを見ると5チーム一応設定できるみたいですね。でさらにですよ、よくよく見ていきましょうよ皆さん。サマヨロとかね、ゴレムスとかバトレクとか妖術とかってなってるように名前はまあ決められるみたいですけど、その上よく見るとね、なんか星マークに3とかね書いてあるんですよ。まあ通常プレイのキャラクターの方で言うと職業に転生っていうのがね実装されて、1次転生2次転生ありますけど、それみたいな形でなんか限界値レベル突破してる星マークなのか、それともモンスターのレアリティなのかちょっとわかんないんですけど、マークがついております。さらに下の方にチーム強さ道具袋を見るって形になってるんで、まあ戦闘時に道具も一応影響するんでしょうね。モンスター闘技場専門のアイテムがあるのか、それとも通常アイテムが利用できるのかっていう形になると思いますが、その下にはバトル、コロニー、スカウト、ここら辺のねコロニーについては鍛錬ができますよっていう表記もある通り、前回時点でもうすでにこれは情報出てたやつですが、さらにバトル、スカウトという形で、スカウトからおそらくは通常ダンジョンに移動し、そこは通常プレイでモンスターを倒しきると、その後モンスターが仲間になりたそうにこちらを見てるみたいなね形になって、仲間になったモンスターをここの闘技場の方にセットしていくみたいな流れになるんでしょう。まあ、まずはこのホームの画面だけでもこんだけ情報量がありました。で実際にここからはね映像になってますんで見ていきますが、その後こちらですね強さの画面に来ておりますが、ここも一瞬だったんでね止めてみるとちょっとねさらにいろんな情報が出てくるんですが、まあ、まずはモンスターの最大 HP はね700という形で、もう700とかこれも999いっちゃうんじゃないかぐらいのね HP 量にまずなるというところと、レベルのとこ見るとねちょっと
と仕様が見えてきてるものありますね。これ現在のレベルが25、最大レベルも25で、最大パワーアップはレベル30とかっていう表記があるんですよね。最大パワーアップっていうのが何なのか、さらにはその下に性格実装されております。破天荒とかね、いろいろここの性格によってそのモンスターのステータスに依存するんでしょうというところと、ガンガン行こうぜなどのモンスターによっての、まあ、作戦みたいなのを設定できるんでしょうが、それによってなのか何なのかわかんないですけど、その下には CT 減少ガードプラススゴって書いてますね。今まで極み強とかはありましたけど、スゴっていうのはなかったんですが、まあ、こういうのが性格なのか作戦かによって依存してきて、それぞれ自分の育てたモンスターオリジナルのステータスが付与されていくみたいな形になるんでしょうか。これも楽しみですね。さらに動かしていくと、ここですよ。魔物のスキルのとこですけど、ここもね、さらっと見た感じ、ああ、そのモンスターによってスキルがあるのかなと思いきやですよ。ちょっと見るとですね、これ、レベル20とかレベル25、レベル30で、まあ、職業スキルのレベルが上がっていくのもそうなんですが、星1、星2、星3とかってこっちにもついてるんですよね。レベル20、25の隣。まあ、これもコロニーの鍛錬によって、ここら辺のスキルの効果値みたいなのも上昇していくんではないでしょうか。めちゃくちゃやり込み要素ありそうですよね。さらに動かしていくと、スキルはここはお持ちのね、装備から取り出したりしたスキルが各々モンスターによってサブスロットをセットできるもの、できないものみたいなのが分かれてて、まあお持ちのスキルを最大限活用できるような仕様になってるというのも、これは一応前回出てた情報でございます。まあその他にも各モンスターごとの性格バラバラなんですけど、付与されてるステータスとかそれに依存してはなさそうなんでね、どうなるかって感じなんですが、でバトルに入りますと、バトルロードというのが出てきてね、アリーナ GF、 さらにアリーナ F クリアで解放というか形で、どん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 このアリーナごとの条件みたいなのが設定されてるんでしょうけど、それをクリアしていくと上位の階層に行けていくという仕様になってくるんではないでしょうか。で、まあ、今回はアリーナ G に入りました。ここでも情報いろいろ出てますね。まずバトルスタミナが1必要ですって感じなので、アリーナによってはバトルのスタミナ量が増えていくんではないか。さらには10分の10みたいなね、各アリーナごとでクリア回数というか条件は勝利なんでしょうけど、まあ、10回以上勝ったら次のアリーナに進めるみたいな仕様になってるんでしょうか。で、ここからチーム編成とか変えられたり、もちろんこのモンスター闘技場によって報酬を見るっていうのが下にありまして、それぞれ報酬がゲットできたり、まあ、進化玉とかね、もろもろあるんでしょうね。で、対戦するという形に行くと、このようにキャラクターの現在のアリーナレベルみたいなのと、さらにポイントがあるみたいですね。これはアリーナ上での累積ポイントなのか、それとも報酬に影響するポイントなのかちょっとわかりませんが、そして5ターンマッチ制とかっていう形でターンが決まってますが、指定ターン内で相手のモンスター全部全滅させられてない場合は、生き残ったモンスターが多い方の勝利、同一の数のモンスター生き残ってればおそらく与えたダメージ勝利条件が決まってくるっていう感じになるっぽいですね。さあ戦闘が始まりました。レディーファイト。魔物の群れが現れた。1ターン目みたいな形でね、非同期型の AI バトルという感じでフルオートになるみたいです。で、 CT 制とかはね引き継いでいるので、このようにチーム、さらには相手の CT の溜まり状況みたいなのも見えていくみたいですね。で、基本的に倍速は今んとこ見えてる感じだと2倍速なのかなっていう感じで、ソロの3倍速とか使うどうでしょうね。で、まあ戦っていきますと、で、ターン内に全部倒しきったら勝負あり、 You win バンバイってやつですね。はい、ということでこれがモンスター闘技場で、そして10月の3周年ギガ前夜祭ステージで発表されたのが、このモンスター闘技場のナビゲーションキャラクターみたいなのも出ておりましたね。この画像実は今まで動画で出してなかったんですが、まずは闘技場の主バトリア王と、ちょっと右下見にくいんで私消えますが、バトリア王の秘書サトリーというのがね出てきて、この2人がナビゲーションしてくれますよということで、さらにもう1枚画像が出ておりました。ここですね。11月に公開予定というのが3周年に実際発表され、このモンスター闘技場の上の方に画像がねもろもろ出てるんですけど、実は未公開画像もここに含まれておりまして、ここについてちょっと多分触れられてることは今までなかったんではないかなということで、ここもちょっと細かいとこ見ていきたいと思いますが、ちょっと拡大しましょう。まずは左から先ほど言ってたねナビゲーションキャラクターが出て、まあここはいいんですよ。左から2枚目の画像をご覧ください。スカウトモンスターを選んでくださいということで、初公開スカウトの仕様が出ております。今までの情報だと、通常のストーリーダンジョンとかで現状あるアクセサリーのね魔物の呼び笛をゲットするときみたいに、仲間になりたそうにこちらを見てるみたいな感じになるのかなと思ってたんですが、これ見る限りちょっと違うっぽいですよね。まあスカウト専用ダンジョンみたいなのが出てくるんじゃないかなって思えるような、まあ全部4体ね
あの好きなモンスター選んでくださいみたいな形になってるので、通常ストーリーダンジョンでねこの4体が出てくるってところなかなかないと思うので、この感じを見るとおそらくスカウト専用のとこが出てくるんではないかというのが一つ見えてきました。そして真ん中、まあ、左から2番目右から2番目の真ん中の画像に関しては修行エリアを選んでくださいという表記が出ております。マス目が5個ありまして、おそらくここに関しては強化要素みたいな感じですよね。だから一気に多分5体ずつしか育成ができないっていう仕様になるんではないでしょうか。でその下にはレベルアップなのか強化アップなのかわかんないですけど、まあ、強化した時の映像が出ておりますが、これを見る限りは先ほど見ていただいた映像の中に星3とかっていう表記が出ておりましたが、上限値みたいなのがおそらくは進化的な感じなのか覚醒的な感じになるのかわかんないですけど、星1段階だとレベル20まで、星2段階だとレベル25、星3段階に行くとレベル30、最大値までいけるみたいなね。まあ最大値どこまで上がるかちょっとわかんないですけど、そういった仕様になってくるんではないかなっていう感じでしょうか。さらに右から2番目の上の画像に関しては、先ほどの映像でも出てたコロニーの部分なんですが、その下にはね、実際にスキルセットの画面が出ております。まあ、今までの武器にスキルをセットするように、その武器がモンスターに変わるというようなイメージになるんでしょうね。でお持ちのスキルを必要なねスキルのランクの条件を満たしているものがあればそこにセットしていけるという仕様になるようでございます。いやーついにですよ、いよいよ来そうだなという感じで、まあ、市村プロデューサーからのツイートもあったということなんで、11月中ということですけど、どの時期に来るのかっていうところね、もうこの勢いでいくと初旬とか中旬とかには来ちゃってもおかしくないんじゃないかなっていうような印象でございました。非常に楽しみモンスター闘技場ということで、実装を期待していきましょうということでございまして、新錬金おそらくエンデ錬金でしょうというところで、エンデ錬金予想とモンスター闘技場の情報を今まで出てきたところという形でまとめさせていただきましたが、まあメインストーリーもさらに追加になるということで、こちらも期待ですね。ここはちょっと触れられてなかったんで軽く見ときますが、前回ブルリア製に軽く戻ってきたっていうのもあるんですが、クラウド星の方でもまだ見れてないところがあるので、クラウド星側にまた戻るのか、まだ見えてないっていうか雲で隠されてるところありますね、ここら辺とかね。ただストーリー的には多分またクラウド星に戻るっていうよりかはブルリア星の方ですね、で見えてないところ解放されていくのかなっていう感じでしょうか。まだブルリア星もここら辺ですね、雲で大きく隠れてるところもあるので、どっちが来るんかなっていうところですね。これに関してはね来てから楽しんでいくっていう感じになると思いますが、まあネタバレにね注意しながらまた実装次第攻略やっていこうと思いますということでございまして、今回の動画はここまでとさせていただきます。この動画いいねと思っていただいた方は高評価、チャンネル登録お済みでない方はぜひともポチッと登録ボタン押していただければと思います。今回の動画はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。